教訓1最近とても忙しいアンナ最近とても忙しいリラックスして自然を楽しむ時間が本当に必要ですさて今回の旅はそんな方にぴったりです完全に同意するよジョンケンソウから離れることは私たちにとって良いことだ。 森の中をハイキングして新鮮な空気を吸い込んでいる私たちの姿はもう想像できますそして湖のそばで静けさに浸りながら過ごす穏やかな瞬間を想像してみてください絶対にアンナ日常から離れ心の平穏を見つける絶好の機会になるでしょう自然の美しさを探検し息を呑むような景色を眺めるのが待ちきれません。 私もアナ、自分のために時間を作ってバッテリーを充電することが大切ですこの度はリラックスして充電し自然とのつながりを深めるのに最適なエスケープとなるでしょうアンナそれこそまさにバランスを取り戻し精神を活性化させるために必要なことですレッスンに最近、趣味で絵を描き始めました。 アンナ、最近趣味で絵を描き始めたんだけどそれがすごく楽しくて素晴らしいよジョン趣味は本当に私たちの生活を豊かにし充実感を与えてくれますアンナこれ以上同意できない絵を描くときはいつも落ち着きと創造性を感じます。 私たちは大好きなことに取り組むことがこんなに幸せと満足をもたらすことができるのは驚くべきことです絶対に自分の情熱や興味を探求できる自己表現のようなものです手を描いたり楽器を演奏したりその他の趣味をしたりと毎日のルーティンに特別な刺激を与えてくれます完全に同意しますアナ。 趣味は私たちに日常の責任から抜け出し私たちに喜びをもたらすものに集中させてくれますちょっとした頭皮のようなもので充電して私たちが本当に愛するものからインスピレーションを得る方法ですシンプルな趣味が私たちの生活にこれほど多くのポジティブさと充実感をもたらすことができるのは信じられないほどです だからこそ、趣味に時間を割き、幸せをもたらす活動に優先順位をつけることが重要です。これ以上うまく言えなかったよ、アンナ。これからも趣味を受け入れ、人生を豊かにしていきましょう。レッスンさん、あなたがリビングルームでやったことが大好きです。アンナ、あなたがリビングルームでやったことが大好きよ。今はずいぶん違って見えます。 ありがとう。ジョン私はいくつかの小さな変更を加えましたが、それが部屋全体をどのように変えたかは驚くべきことです。そうだね、アンナ。どんなに小さな調整でも大きな影響を与えることができるなんて信じられません。時には細部がすべてになることもあります。新しいラグ、クッションをいくつか用意し、ペンキを塗り直すと驚くほど効果があります。絶対に。 これは新しい外観を実現するために必ずしも全面的なオーバーホールを行う必要はないことを示していますまさにそれは私たちが行う選択とそれらがどのように組み合わされるかを意図的に考えることですいくつかの適切に配置された装飾がどれほどの違いを生むかはわかりませんでした 優れたデザインとは空間に調和とバランスを生み出すことであり小さな変更でもそれを実現するのに役立ちますそれは本当です家具を並べ替えたりステートメントピースを追加したりするようなシンプルなものが部屋に新しい命を吹き込むことができるのは魅力的ですだからこそさまざまなオプションを検討し小さな変更を試してみる価値が常にあるのですいい指摘だね。 あんな小さな変化が部屋を完全に変え全体的な雰囲気を高めることができるのは驚くべきことです絶対にジョン自分に合ったものを見つけて自分のスタイルや好みを反映した空間を作ることがすべてですレッスン4「ワードローブのアップデートを考えている」。 アンナ、ワードローブの更新を考えていました。何か新しいことに挑戦したい。すごい、ジョン。恐れずに実験して、自分のスタイルを際立たせてください。あなたの言う通りだ。私はいつも服の選択に気を配ってきたが、今こそ変化の時だ。新しいスタイルやトレンドを取り入れることは刺激的です。 自分を表現しユニークな個性を発揮するチャンスです様々な衣装を楽々と着こなすのを見てきたけどインスピレーションを与えてくれるよ私も自分のコンフォートゾーンから抜け出したいです素晴らしい、ジョン様々な色、模様、アクセサリーを試してみるのがいかに新鮮であるかに驚かれることでしょう着るものに自信を持ち 自分の個性を大切にすることだと思います。絶対に。ファッションは芸術であり、自分だけの傑作を作るチャンスがあります。常識から脱却して、自分のスタイルを進化させる準備はできています。ジョン、あなたのファッションステートメントを見るのが待ちきれません。 旅を満喫して、その過程を楽しんでください。ありがとう、アンナ。あなたの励ましは大きな意味があります。新しいスタイルを取り入れ、私たちの個性を輝かせることが大切です。レッスン後、どんな服装をすればいいのアンナ、正式なイベントがあるって聞いたよ。そのためにどんな服装をすればいいの 同意するよ。ジョンそのような場面では常に準備を整え、それに応じた服装をした方がいいよ。スーツやドレスのようなもっとフォーマルな服装を選ぶべきですか。はい、それは適切でしょう。下着するよりは、着替える側で間違えた方がいい。同じようなイベントに参加して、 適切な服装をしていなかったために間違いに感じた時のことを覚えていますそれは良い教訓です場面に応じた服装はイベントとその主催者への敬意と配慮の表れです絶対にまた適切な服装をしていると自信と快適さが増します さらに、ドレスコードを守りながら、私たちの個人的なスタイルを紹介する絶好の機会です。それは本当です。フォーマルな服装の枠内でアクセサリーや色を選ぶことで、独自のセンスを加えることができます。ドレスコードに従うことと、自分自身を表現することのバランスを見つけることがすべてです。アンナこれ以上同意できない。 準備が整っていることを確認して、イベントにふさわしい服装をしましょう。間違いない、ジョン。服が足りないと感じるよりは、少し着すぎた方がいいよ。第6課サッカーでは誰を応援していますかアンナ、ワールドカップはもうすぐです。サッカーでは誰を応援していますか さて私はブラジルチームの大ファンです彼らはいつも試合にエネルギーとスキルをもたらしてくれるああブラジルはサッカーの大国です彼らには豊かな歴史があり素晴らしい選手を輩出してきました絶対に才能と創造性を駆使した彼らのプレーの仕方は見ていて魅力的です。 私はいつもドイツチームをサポートすることに傾いてきました彼らには確ったる実績があり戦術的に正確なプレーをしているドイツは規律ある効率的なプレースタイルで知られています彼らには確かに強いチームがある異なるチームをサポートしていてもサッカーがいかに人々を結びつけることができるかは興味深いことですそれがスポーツの魅力だジョン。 それは、友情と友好的な競争の感覚を生み出します確かに世界中のチームが発揮する情熱とスキルを見るのはいつもワクワクします試合を観戦してグランドステージでさまざまなチームのパフォーマンスを見るのが待ちきれませんスリル満点の大会になるようアナワールドカップを楽しんで試合のスピリットを祝いましょう レッスン7メキシコ料理とタイ料理の融合でした。アンナ、昨日この新しい料理を試してみましたが、すごかったです。メキシコ料理とタイ料理の融合でした。面白そうだね、ジョン。フレーバーの組み合わせはいかがでしたか信じられないほどでした。料理にはメキシコのスパイスが効いていましたが、 タイの食材にはほのかな甘さもありました。美味しそうな味のバランスですね。様々な料理が組み合わさってユニークなものを作るのが大好きです。まさに、アナ、両方の料理の馴染みのある要素を一つの料理で味わえたのは嬉しい驚きでした。 フュージョン料理はとてもエキサイティングです。新しい味覚や料理体験を探求することができます。これ以上は同意できませんでした。一つの料理という従来の境界を超える食の冒険のようなものです。 さまざまなスパイス、ハーブ、調理技術を組み合わせることで、このような調和の取れた味が生まれるのは驚くべきことです。絶対に、料理界の創造性と革新の証です。今、このフュージョン料理を自分で試してみたいです。厚さと甘さが絶妙にミックスされているようですね。アンナ 強くお勧めします。フレーバーが爆発的に増え、もっと欲しくなるでしょう。これからのフュージョン料理には絶対目を光らせておきます。新しい料理を発見するのはワクワクします。確かに、アンナ。これからも多様で素晴らしい食の世界を探求し、受け入れていきましょう。 教訓8ほとんどのオーナーは前払いでデポジットを必要としますアンナアパートを借りようと思ってたんだほとんどのオーナーが前もって保証金が必要だと気づきましたそれはよくある習慣だよジョンコレは所有者が自分の財産を守りある程度の安全を確保する方法です。 それはわかるよ新しい場所に引っ越す時に考慮すべき余分な出費だ確かにそうですがテナントがコミットメントと責任を示す方法でもありますそれは理にかなっていると思います。保証金は潜在的な損害や未払いの家賃に対するほぼ手段として機能しますまさに。 所有者に安心感を与え、物件の状態を維持するのに役立ちます。資金は通常、リース終了時に返金されますか。ほとんどの場合、はい。損害がなく、家賃の支払いがすべて済んだ場合は、デポジットを返却する必要があります。それは知っておくと良いことです。全額返金するには 宿泊施設を良好な状態に保つことが重要です絶対にその場所を自分のものであるかのように大切にすることは常に良い習慣です契約する前に必ずリース契約をよく読みデポジット条件を理解しておきますそれは賢明なアプローチだジョン、十分な情報を得て自分の権利と義務を認識することが重要です ありがとう、アンナ。あなたのアドバイスは貴重です。賃貸や預金の処理に関しては覚悟しておきます。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。良い場所を見つけることと、スムーズな賃貸体験をすることが大切です。レッスン9、今日は食料品を買おうと思っています。アンナ、 今日は食料品を買おうと思ってるんだ。何か好みはあるまあ、いつも必要なレギュラーアイテムを手に入れるべきだと思いますが、価格には気をつけてください。それは良い点です。選択に注意しないと高額になることがあります。絶対に。いつもの必需品にこだわって不必要な産材を避けましょう。 計画のようですね。よしレタスも食べようずっとサラダが欲しかったんだそれは健全な選択だジョンレタスは食事に新鮮さを添えてくれます間違いなく用途が広くいろんな料理に使えますさらに通常は手頃な価格ですぐに入手できます。 それは本当です。食料品店で大金をかけずに簡単に見つけることができますただし購入する前に必ず品質を確認しましょういい考えだよあんな新鮮でシャキッとしたレタスを確実に食べたいんだ絶対に新鮮な農産物に関しては常に厳選した方がいいです同意した 店に行って、サラダ用のレタスを含め、必要なものをすべて買いましょう。計画みたいだね。ジョン健康的で、美味しい食事を作りに行こう。レッスン10、試してみるべき組織ハックはありますかアンナ、整理整頓をしようとしてきたけど、時々圧倒されてしまう。試してみるべき組織のコツはありますか もちろん、ジョン。役に立つハックの一つは定期的に整理することです不要になったものや使用しなくなったものは取り除きましょうそれ割りにかなっています散らかったものを片付けることはより整理された空間を作る上で大きな違いを生むことができます別のハックはさまざまなアイテム用に指定されたスペースを作成することです 鍵、財布その他の頻繁に使用するアイテムを特定の場所に保管してくしさい。それは素晴らしいアイディアだどこにあるか正確に分かっていれば探す時間を大幅に節約できますまたラベルや色分けシステムを使用してアイテムを簡単に分類して識別することもできますこれは 物事を整理して簡単にアクセスできるようにするためのシンプルで効果的な方法のように思えます。もう一つのハックは、デジタルツールを利用することです。アプリやデジタルカレンダーを使ってタスクや予定を管理しましょう。それは良い提案です。重要な情報をすべて一箇所にまとめ、必要に応じてリマインダーを設定することができます。 最後に、ルーチンを確立し、それに固執してください。タスクや雑用のスケジュールに一貫性を持たせることは、組織を維持するのに役立ちます。ルーチンを持つことで、日々の生活に構造と秩序がもたらされることがわかります。やってみるよ。素晴らしい、ジョン。 これらのハックを実装すると、整理された状態を保ち、必要な時に必要なものを見つけやすくなるはずです。ありがとう、アンナ。これらの組織ハックは実用的で管理しやすいです。それらを実装し始めることにワクワクしています。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。より組織的でストレスのない生活を送ってください。 レッスン11新しいアパートを探していましたアンナ新しいアパートを探していたけど今のところうまくいきませんでした適切な場所を見つけるのは難しいかもしれませんわかるよジョンレンタル市場は競争が激しく最適なものを見つけるには時間がかかりますオンラインでリスティングを閲覧してきましたが良いオプションがすぐに見つかるようです それは本当です。条件に合う場所を見つけたら、迅速に行動し、積極的に行動することが重要です。また、いくつかの不動産業者に連絡して、利用可能なオプションがあるかどうかを確認しました。それは賢い行動だジョン・多くの場合、不動産業者はより多くの物件にアクセスでき、検索を絞り込むのに役立ちます。私も同感です。 プロのガイドがいるとプロセスの負担を軽減できます検索をさまざまな地域や地域に拡大することを検討しましたかはい他の地域も探索し始めましたそれはより多くの可能性を切り開きますそれは良い戦略です。 時には、最初は考えていなかった近所が最適な場所になることもあります。また、自分の要件に柔軟に対応するよう努めています。わずかな妥協を受け入れることで選択肢が広がります。 それは賢明なアプローチだジョン室受品に優先順位をつけいくつかの好みについては妥協しても構わないと思ってくださいうまくいけば忍耐と少しの運があればすぐに適切な場所が見つかるでしょうきっとそうするよジョンがっかりしないで探し続けなさいあなたにぴったりのアパートがあなたを待っています励ましてくれてありがとうアンナ 前向きな姿勢を保ち探し続けますレッスン12、ルーティーンを確立しようとしてきたアンナルーティーンを確立しようとしてるんだけど私が注目しているのはバランスの取れた食事を維持することだそれは素晴らしい目標だジョン。 バランスの取れた食事を取ることは、全体的な健康と幸福にとって重要です。絶対に。さまざまな食品グループのさまざまな食品を取り入れようとしています。果物、野菜、全粒穀物、赤身のタンパク質、健康的な脂肪が含まれていますかはい、その通りです。体に必要な栄養素をすべて確実に摂取したいです。 それは賢いアプローチです。さまざまな栄養素で体に栄養を与えることが重要です。また、加工食品や添加等の摂取を制限しようとしています。それはいい考えだ。加工されていない丸ごとの食品を選ぶと、より栄養価が高まります。事前に食事の計画を立てておくと、バランスの取れた食事を順調に進めることができます。 食事の計画は素晴らしい戦略です。これにより、より健康的な選択が可能になり、衝動的な食事を避けることができます。分量も意識しています。ポーションコントロールが重要です。健康的なカロリー摂取量を維持し、過剰摂取を防ぐのに役立ちます。これらの変更を加えて良かったです。 すでにエネルギーと集中力が高まっていると感じていますそれが聞けて嬉しいよジョンタインに良いものを選んで栄養を与えてくれたことに対してあなたの体は感謝するでしょうありがとう、アンナまだ作業中ですが健康のためにバランスの取れた食事を心がけていますよくやってるねジョン努力を続けてください きっと良い結果が得られると思いますアンナ、あなたのサポートに感謝しますより健康的なライフスタイルを送り自分自身を大切にしましょうレッスン13コンフォートゾーンから抜け出すアンナ、コンフォートゾーンから抜け出すことで新しい機械への扉が開かれることをずっと考えていましたそれは素晴らしい点だ ジョン新しいことに挑戦したりなじみのない病域を探索したりすることは刺激的な可能性につながりますまさに時々私たちは慣れ親しんだ快適なものにこだわることで自分自身を制限しますコンフォートゾーンの外に出ることで私たちは成長し学び新しい才能や興味を発見することができます完全に同意します 自分自身に挑戦し新しい経験を受け入れることが不可欠ですリスクを冒して新たな課題に直面することで視野を広げ潜在能力を最大限に発揮することができます最初は少し怖いかもしれませんが報酬と個人の成長にはそれだけの価値があります絶対に。 不快感を受け入れ、限界を押し広げることは、個人的及び専門的な能力開発につながります。思い切って信じるたびに、思いがけないチャンスへの扉が開かれることに気づきました。それが聞けて嬉しいよ、ジョン・ミチのものを受け入れることは、私たちの生活にポジティブな変化をもたらすことができます。 成長は私たちの快適ゾーンの外でも起こることを覚えておくことが重要です君の言う通りだジョン・リチの世界に足を踏み入れることは自己発見や新たな成果につながります新しい機会を探求し続けその過程で自分自身に挑戦し続けることにワクワクしています 素晴らしい考え方だね。ジョン・道のものを受け入れ続ければ、あなたは成長し続けるでしょう。ありがとう、アンナ。あなたの励ましと視点は大きな意味があります。新しい機会を取り入れ、個人の成長を促すことが大切です。レッスン14、おっしゃった提案についてお話ししたかったのですが。 おアンラアンナゅうおっしゃった提案についてお話ししたかったんですおはようジョン取り上げてくれて嬉しいよそれもずっと考えてたんだ素晴らしい面白いアイディアがあったのを覚えてるよ簡単にまとめていただけますか承知しました。 この提案は効率を高めるために内部プロセスを合理化することに重点を置いていますそれは有望に思えます具体的にどのような分野をターゲットにするのか教えていただけますか絶対に私たちが取り組むべき分野の一つはコミュニケーションチャネルとワークフローの最適化ですそれわりにかなっています より効果的なコラボレーションが可能になります。はい、その通りです。また、自動化ツールを導入して手作業を減らし、時間を節約したいと思っています。自動化によって生産性が向上し、リソースを解放して他の重要なタスクに当てることができることは間違いありません。 さらにより良い組織化のためにプロジェクト管理戦略を見直し改善していきますそれは重要ですきちんと構造化されたプロジェクト管理アプローチがあれば遅延を防ぎ円滑に実行することができます最後にスキルと知識を高めるための従業員のトレーニングと能力開発に焦点を当てます 従業員の成長に投資することは、従業員に利益をもたらすだけでなく、会社全体の成功にも貢献します。ジョン、提案の価値を理解してくれて嬉しいよ。それは大きな改善をもたらすことができると思います。間違いない、アナ。ミーティングをスケジュールして詳細についてさらに話し合い、これらの変更の実装を開始しましょう。 計画みたいだねジョン会議を用意してもっと情報を集めて発表するよありがとうアンナ皆さんの努力に感謝し一緒に取り組むことを楽しみにしていますどういたしましてジョンこの提案がもたらす可能性のあるプラスの影響にワクワクしています私もアナ。 それを実現させて、私たちの組織を新たな高みへと導きましょう。レッスン15、この上品なペンダントネックレスを見たことがありますかアンナ、この上品なペンダントネックレスを見たことがありますか素敵だね。小さな石が上品さを添えてくれます。A、見たことあるよ。ジョンシンプルだけど美しい。 繊細なデザインはとても魅力的です。妹の誕生日のプレゼントにぴったりだと思います彼女はエレガントで控えめなジュエリーが大好きですそれは資料深い選択だジョン彼女はきっとこんな素敵で意味のあるプレゼントを喜ぶでしょう小さな石がほのかな輝きを放ちます。 彼女のスタイルにぴったり合うと思います。私も同感です。時々、小さなディテールがジュエリーを本当に特別なものにすることがあります。ペンダントのデザインも用途が広いです。カジュアルでもフォーマルでも、様々な場面で着用できます。それは素晴らしい点だ、ジョン。 様々な服装と簡単に組み合わせることができるジュエリーがあるのはいつでもいいことです。そう思ってくれて嬉しいよ。早速購入します。きっと彼女は喜ぶだろう。きっと彼女はそうするよ。ジョン心のこもった美しいギフトチョイスです。アンナ、ご意見ありがとうございます。 あなたの意見は私が決断を下すのに役立ちました。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて良かったです。きっとあなたのお姉さんはそのネックレスを気に入るはずです。ご協力に感謝します。完璧な贈り物を見つけて、誰かの一日を少しでも明るくすることが大切です。 教訓16時10分分な情報を得ることは、私たちにとって重要です。アンナ、次の選挙では、投票する前に十分な情報を得ることが重要だと思います。絶対に、ジョン。情報に基づいた意思決定を行うことで、私たちの価値観と優先事項に合った候補者を選ぶことができます。 候補者のの実績とと重要な問題に対すする彼らの立場を考慮すべきだと思いますそれは良い出発点です。彼らの過去の行動や立場を理解することは、彼らが将来どのように統治するかについての洞察を与えてくれます。また、現在の課題に対処するために提案されている政策や計画を調査することも不可欠です。同意した 彼らが提案した解決策は、経済、医療、環境などの問題に関する私たち自身の見解と一致しているかどうかを評価する必要があります。さらに彼らの資格と経験を調べて、その役割を効果的に果たす能力を評価する必要があります。 それは重要だジョン関連分野の能力と専門知識は公務員としての彼らの実効性に大きく影響しますまた彼らの誠実さと倫理基準を考慮することも価値があると思います。私たちは誠実さと透明性を持って行動するリーダーを求めています。絶対に 選出された代表者には信頼性と倫理的行動へのコミットメントが不可欠です最後に各候補者について包括的な視点を得るにはさまざまな情報源を探すことが有益ですこれ以上は同意できませんでした。 信頼できる様々な情報源に頼ることは、偏見を避け、より包括的な理解を得るのに役立ちます。十分な情報を得ることにより、私たちは自分の価値観に沿った知識に基づいた選択を行い、前向きな変化に貢献することができます。よく言ったよ。ジョン情報収集に努め、責任を持って民主的プロセスに取り組むようにしましょう。ありがとう、アンナ。 知識と資料を持って投票権を行使することで、力を合わせて変化をもたらすことができます。レッスン17、滞在を気にせずに街を探索できる。アンナ、宿泊施設を予約したので、滞在を気にせずに街を探索できます。そうだね、ジョン。それが解決してほっとしたよ。 私たちは新しい環境に完全に没頭することができます。地元の観光スポットを発見したり、新しい料理を試したり、町の文化を体験したりするのが楽しみです。私も、ジョン新しい場所を探検するのはいつも冒険だ。この町にはたくさんの魅力がある。必見のランドマークのリストを作成し、それに応じて旅程を計画する必要があります。 いいアイディアだそうすれば時間を最大限に活用し重要な場所を見逃さないようにすることができます美しい公園や庭園がいくつかあると聞きました自然の中でリラックスしたひとときを過ごせるといいですね絶対に自然とのつながりは特ににぎやかな街ではリフレッシュして元気を取り戻すことができますまた 地元のおすすすめレストランをを探しし本格的な料理を試してみるべきでまた市内の美術館やアートギャラリーもお忘れなく彼らはその歴史と芸術的遺産についての洞察を与えてくれます。 同意するよ、ジョン都市の文化的、芸術的側面を探求することは、教育的であると同時に刺激的でもあります。この旅は、私たちが未知の世界を受け入れ、心に残る思い出を作り、視野を広げる機会です。絶対に、ジョン。それを最大限に活用して、この新しい冒険のあらゆる瞬間を楽しみましょう。 楽しみにしてるよ、アンナこの街が提供するすべてのものを発見し、体験する準備をして、心を開いてこの旅に出ましょう。レッスン18、今週の土曜日は空いていますかアンナ、今週の土曜日は空いてる。追いつけるかと思ってた。はい、ジョン、私は自由です。 会って一緒に時間を過ごしたいです。素晴らしい。朝、お気に入りのカフェでコーヒーを飲んでみてはいかがですか。それは完璧に聞こえます。私は彼らの美味しいカプチーノが欲しくてたまらなかった。それでは決着がつきました。土曜日の午前10時にカフェで会いましょう。絶対に時間通りに行くよ。 本当に楽しみです。私も、アナ。追いつく機会があまりにも久しぶりだ。同意した。最近起きていることについて、君に話したいことがたくさんある。その話を全部聞くのが待ちきれません。のんびりおしゃべりできるといいですね。間違いなく。 時間をかけてリラックスしてお互いを楽しむことが重要です。完全に同意します。土曜日はそのための絶好の機会になるだろう。じゃあまたね。ジョン会うまで素晴らしい一週間を過ごしてください。あなたもよ、アンナ、気をつけて土曜日に充実した時間を一緒に過ごそう。 レッスン19「事前にツアーを予約する必要があります」アンナ次の旅行のことを考えてたんだスムーズな体験をするために事前にツアーを予約すべきだと思いますかいい考えだねジョン事前にツアーを予約しておけば長蛇の列に並んだり空き状況を逃したりする手間を省くことができますまさにりょを計画して 興味のあるアクティビティの場所を確保できたら素晴らしいと思います。私も同感です。これにより、安心感が得られ、各目的地での時間を最大限に活用できます。それで、事前にツアーを予約することはできますか問い合わせるべきウェブサイトや旅行会社はありますか はい。普段利用している旅行代理店でツアーを予約できます利用可能なオプションを閲覧したり予約したりできるウェブサイトがありますそれは便利です。ウェブサイトをチェックして目的地でどんなツアーが提供されているか見てみますジョン時間をかけてください。 私たちの好みや、訪れたい特定のアトラクションやランドマークを必ず検討してください。そうするよ、アンナ。また、複数のツアーで利用できる特別割引やパッケージがあるかどうかも確認します。それは賢い考えだ。様々な体験を楽しみながら、いくらかお金を節約できます。前もって計画できて嬉しいです。 そうすれば私たちの旅行はもっと計画的で楽しいものになるでしょうこれ以上は同意できないはジョン思い出作りに集中できるようにすべてを整理しておくのはいつでもいいことですツアーの予約を始めますあなたと一緒に新しい場所を探検するのを楽しみにしています同じようにジョン この旅をエキサイティングな体験に満ちた忘れられない冒険にしましょう。絶対に、アンナ。よく計画された素晴らしい旅が待っています。レッスン20、店で大セールが行われていることを聞いたことがありますかアンナ、今週末に店で大セールが開催されるって聞いたことある。かなり混雑することが予想されます。 うん、聞いたことがあるよ、ジョンこんな風にセール中はいつも店が混んでくる分かってるよね一度にたくさんの人が買い物をしていると少し圧倒されることがあります間違いなくしかし戦略的に訪問を計画すればセールを最大限に活用できると思いますそれは良い点です混雑の少ない早朝に行くべきだ 私も同感です回転時にそこに行くと安心してブラウジングできる機会が増えますまた購入したい商品のリストも作成する必要がありますそうすれば集中力を保ち圧倒されないようにすることができます素晴らしいアイデアです買い物リストがあると整理された状態を保ち衝動買いに夢中にならなくなりますそして 着心地の良い服装を忘れないでください。混雑した店内を長時間移動するのは疲れることがあります。絶対に。履き心地の良い靴と服を着れば、ショッピングがもっと楽しくなります。また、セール中はお客様をサポートするために追加のスタッフが常駐していることも聞きました。何か助けが必要になったら、それを活用できます。 知ってよかったよジョン質問がある場合やガイダンスが必要な場合は支援してくれる人を簡単に見つけることができます全体として少しの計画と忍耐があればセールを活用してお得な情報を見つけることができると思います同意するよジョン準備を整え状況を最大限に生かすことがすべてです計画を立て 前向きな気持ちで買い物に行ききましょう。きっと素晴らしい掘り出し物が見つかると思います「楽しみにしてるよジョン体験」を楽しんでセールを最大限に活用しましょうショッピングを成功させ必要なものをすべてお得な価格で見つけるにはこちらをご覧ください。 レッスン21、次の旅行に備えてパスポートを用意しておく必要があります。アンナ、今気づいたことがある。次の旅行に備えてパスポートを用意しておく必要があります。その通りだ、ジョンパスポートを前もって準備しておくことが大切です。有効期限を必ず確認し、必要に応じて更新します。 いいアイディアだ空港での土壇場でのサプライズや遅延は避けたいものですまたスムーズな旅行に必要な書類や書類もすべて集めますそれは賢いやり方だすべてを整理しておけば時間を節約でき悩みの種にもなりかねませんまた パスポートは安全でアクセスしやすい場所に保管して旅行中に紛失しないようにする必要があります絶対にパスポートをなくすのは大変不便だそれらには特に注意しよう目的地に必要なビザまたは入国許可がすべて揃っていることを再確認します素晴らしい 合併症を避けるためには入国管理規則を遵守することが重要です念のためパスポートのコピーも作っておきますバックアップ書類はいつでも用意しておくと良いでしょうそれは懸命な予防策だジョンコレにより不測の事態が発生した場合のセキュリティが強化されます旅行まで数週間あるので。 パスポート関連の問題をすべて処理するのに十分な時間があります「同意した」「心配なく旅行を楽しむことに集中できるようにパスポートの準備を優先しましょう」「これについて話し合えてよかったです」これは私たちの旅の書くことのできない重要な一面だ絶対に。 パスポートの準備を整え、パスポートを整理しておくと、スムーズでストレスのない旅が保証されます。パスポートの準備を成功させ、これからのエキサイティングな冒険に出かけましょう。レッスン22、次のお出かけにテーマパークに行ってもよろしいですかアンナ、次のお出かけにテーマパークに行ってもいい。いいえ、全くありません。 ジョン、素晴らしいアイディアだと思うよテーマパークに行ったことはありますかはいあります乗り物やアトラクションのスリルと興奮が大好きですそれは嬉しいですねそれは私たち二人にとって楽しい経験になるでしょう私も同感です テーマパークには、エンターテイメントと楽しみの面で提供できるものがたくさんあります。事前に様々な乗り物やアトラクションをチェックして、それに応じて一一の計画を立てておく必要があります。絶対に。何を試したいのかを考えて、そこでの時間を最大限に活用するのは良い考えです。ジェットコースターは特にワクワクします。アドレナリンラッシュは最高です。 私も同じように感じます、ジョン。ジェットコースターの曲がりくねった動きは、いつも爽快な気分にさせてくれます。また、テーマ別のショーやパフォーマンスも試してみる必要があります。それらはかなり面白いかもしれません。間違いなく、ショーはテーマパーク体験に興奮と多様性をさらに高めます。 私たちは一日中歩いたり立ったりするので、快適な靴と服を持参しましょう。いいアドバイスだ、ジョン。不快感や疲れを感じることなく一日を満喫するには快適さが鍵です。アンナ、あなたと一緒にこの冒険に行くのが待ちきれません。最高に楽しいことになるよ。私も楽しみにしてるよ、ジョン。 笑い、スリル、忘れられない思い出が詰まった一日になりそうです。テーマパークで素晴らしい一日を過ごし、一生続く思い出を作りましょう。レッスン23、今夜一緒に夕食を食べませんかアンナ、今夜一緒に夕食を食べる。オープンしたばかりの素晴らしいレストランを知ってるよ。 素晴らしいね。ジョン私はいつも新しい場所に挑戦したいと思っている。どんな料理が食べられるの異なる文化の味を組み合わせたフュージョンレストランです。彼らのメニューはとてもユニークだと聞きました。それは面白そうですね。いろいろな組み合わせを試してみたいです。 素晴らしい。予約しておきます。あなたにとって一番いい時間は何時ですか午後7時どうそうすればリラックスして食事を楽しむのに十分な時間が取れるはずだ。パーフェクトですね。じゃあ今夜7時にテーブルを予約するよ。 ありがとう。ジョン、この新しいレストランをあなたと一緒に試すのを楽しみにしています。私も、アナ、素晴らしい食事体験になると思います。体験といえば、これまでに美術館に行ったことはありますかはい、あります。美術館で芸術や歴史を探求するのが好きです。 それは素晴らしいです。美術館は様々な形の芸術を学び、鑑賞できる魅力的な場所だと思います。これ以上は同意できませんでした。博物館では過去と人類の創造性を垣間見ることができます。好きな美術館や好きなアートはありますか好きな美術館はありませんが、絵画。 彫刻写真など様々など形の芸術に感謝しています同じようにジョンアーティストがさまざまな媒体を通して自分自身を表現できるのは信じられないほどです近々博物館見学を計画すべきだ文化に浸って一日を過ごすには最高の方法だろう それが好きだよ。ジョン美術館に行って、その中の芸術の宝を探検する計画を立てましょう。絶対に、アンナ。今夜はおいしい夕食を食べて、これからの美術館の冒険を一緒に楽しみましょう。レッスン24ファッションブルーバードに行ったことはありますかアンナ、ファッション大通りに行ったことはありますかいい話は聞いたよ。 はい、ジョン私は以前そこに行ったことがある素晴らしい場所ですトレンディーな店がたくさんあるそれは知っておくと素晴らしいことですワードローブをアップデートしたいと思っていたところ素晴らしいファッションオプションがいくつかあると聞きました絶対にジョンさまざまなスタイルやブランドを提供する店がたくさんあります アクセサリー店もありますか服装に合わせて新しいアクセサリーをいくつか使ってもいいかもしれません。はい、そうです。ジュエリー、バッグ、ベルトなど、さまざまなアイテムを提供するアクセサリーストアがあります。素晴らしい。いろんな店を見て回って、おしゃれなアクセサリーを見つけるのもいいですね。 靴屋さんも忘れずにチェックしてください。男性用と女性用の両方の靴が豊富に揃っています。それはいい点だ、アナ。靴屋さんも必ず探してみるよ。さらに、ファッションブルーバードには、素敵なカフェやレストランもありますので、ショッピングの合間に一休みすることもできます。それはおまけです。 買い物中にリラックスして食事をする場所があるといいですね。間違いなく、全体的な体験が増え、より楽しくなります。ファッション大通りへの訪問を楽しみにしています。新しいファッションアイテムを見つけるには絶好の場所のようですね。ジョン、きっとワードローブに素敵なアイテムが見つかるよ。 ファッション愛好家に人気の旅行先ですファッションブルーバードを紹介してくれてありがとうアナ推薦していただきありがとうございますどういたしましてジョンこの素晴らしいショッピングスポットをあなたと共有できて嬉しいですそれではファッションブルーバードでおしゃれなファッションアイテムを見つけてお買い物旅行を成功させましょう レッスン25「週末の休暇にウィローブルックに行く」と聞きましたアンナ週末の休暇でウィローブルックに行くって聞いたよその場所について他に知っておくべきことはあるウィローブルックは美しい目的地だよジョン・フーコーな自然遊歩道やアウトドアアクティビティで知られていますそれは素晴らしいですね自然の中で時間を過ごしたり。 新しいトレイルを探索したりするのが好きです。町の中心部には魅力的な地元のお店やレストランもあります。一見の価値があります。町を探索したり、地元企業を支援したりするのもいいですね。地元の料理を試してみるのを楽しみにしています。快適な服と靴を用意してください。 ウォーキングやアウトドアアクティビティをたくさんやりますいい点だ、アナ冒険に満ちた週末に備えて必ず荷造りしておきますまた、日焼け止めや虫除けも忘れずに持参してください私たちは屋外で多くの時間を過ごすことになるでしょう思い出させてくれてありがとう、アンナ 守るために必需品は必ず詰めておくよ。最後に、息を呑むような景色と写真撮影の機会に備えましょう。ウィローブルックはその自然の美しさで知られています。カメラは必ず持ってきます。あの素晴らしい瞬間を取り逃したくない。 全部カバーできているようだジョン・ウィローブルックでの週末にワクワクしています私も穴、自然、ぜおいしい料理、そしてリラクゼーションに満ちた思い出に残る休暇になるでしょうウィローブルックで忘れられない週末を過ごし一緒に美しい思い出を作りましょう。 レッスン26「ソーシャルメディアプラットフォームはどのようにしてユーザーデータを収集し共有するのか」アンナソーシャルメディアプラットフォームがどのようにユーザーデータを収集して共有するかについて考えたことはありますかはいジョンそれは間違いなく私が心配していることです。私たちのプライバシーは重要です。絶対に。 完全に意識せずに個人情報がどのように使われているかを考えると不安になります私たちが共有するデータと誰がそれにアクセスできるかについてもっと注意すべきだと思いますそれは妥当な点だ、アナこれらのプラットフォームに付与する権限には注意が必要です また使用するプラットフォームのプライバシーポリシーを読んで理解することも不可欠です。同意した。データがどのように収集、保存、共有されているかを知ることは情報に基づいた意思決定に役立ちます。 また、プライバシー設定を調整したり、投稿内容に注意したりするなど、プライバシーを保護するための措置を講じることもできます。本当個人情報を共有したり、プライバシーを侵害する可能性のある活動に従事したりする前によく考える必要があります。データには価値があり、その使用方法を自分で管理する必要があることを覚えておくことが重要です。絶対に、アンナ デジタルフットプリントの影響と影響を過小評価してはいけませんオンラインでの存在感をより意識することでプライバシーのコントロールをある程度取り戻すことができますこのデジタル時代において常に情報を入手しプライバシーを保護するよう意識的に努力しましょう。 この会話ができて嬉しいよジョン・コレは私たちのオンラインプライバシーに注意し積極的に取り組むべきだということを思い出させてくれます確かにアンナ私たちのデジタルフットプリントに注意し個人情報を保護することが大切ですレッスン27それに合うブラウスも探しましたかアンナさんスーツを買うときに それに合うブラウスも探しましたかはいジョンスーツとコーディネートしようとブラウスを何着か試着してみたそれは賢いやり方だよくマッチしたブラウスは全体の装いを引き立ててくれますまさにスーツの色やスタイルを引き立てるブラウスを探したかったのです 選んだスーツに合うブラウスは見つかりましたかはい、やりました。スーツと合わせると見栄えのするブラウスをいくつか見つけました。それは素晴らしいです。完璧な組み合わせを見つけるのはいつも満足のいくものです。間違いなくそうです。 適切なブラウスは、スーツにエレガンスとポリッシュさを添えることができます。ブラウスの様々なスタイルやパターンを検討しましたかはい。無地や繊細な絵など、様々なスタイルを試しました。ワードローブにバラエティに富んでいるのは良いことです。パターンが異なれば、見た目も異なります。 私も同感です機械や個人的なスタイルの好みに応じてオプションがあるといいですねコーディネートを完成させるのにふさわしいブラウスを見つけてよかったです細部へのこだわりが現れていますありがとうジョンまとまりがありまとまりのある見栄えをよくすることは私にとって重要ですさて スーツとブラウスの衣装を見るのを楽しみにしています。きっと素敵に見えるよ。ジョン、優しい言葉をありがとう。自信を持って着るよ。スタイリッシュな衣装とスーツとブラウスの完璧な組み合わせをご紹介します。レッスン28旅行の旅程を計画しています。 アンナ、旅行の旅程を計画してるんだ。何か特別な選択肢や好みはありますか書き留めておくよ。ジョン地元の名所や名所を探検してみてはいかがですかいいアイディアだね。アンナ旅行中はいつも現地の文化に浸るのを楽しんでいます。 史跡、博物館、さらには地元の市場を訪れて、地元のライフスタイルを味わうこともできます。絶対に、私たちが訪れている場所の歴史や伝統について学ぶ素晴らしい方法です。 また郷土料理を試したり本格的なレストランで食事をしたりして地元の味を体験することもできます三世代をあんな郷土料理を試すす。こととは、私にとってどんな旅行ででもハイライラトの一つですさらに地元の人におすすめを探したり人里離れたあまり知られていないスポットを探索したりすることもできます隠された宝石を探検するのはエキサイティングですね。 それは私たちの旅に冒険の要素を加えます。間違いなくそうです。時々、最も記憶に残る体験は、隠された宝物を発見することから生まれます。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。あんな私たちの旅程には、地元での体験をたくさん含めましょう。絶対にジョン 地元の文化を取り入れ、旅を最大限に楽しみましょう地元の観光スポットの魅力を発見し、おいしい郷土料理を堪能し、忘れられない思い出を一緒に作りましょうこんにちは私たちが滞在しているホテルでは観光ツアーを提供していることに気づきましたそれらについて詳しく教えていただけますかもちろん、ジョン ホテルの観光ツアーは、市内の人気観光スポットを巡る便利な方法です。それは確かに便利ですね。ツアーオプションやパッケージは異なりますかはい。訪問したい期間や特定のアトラクションに基づいて、さまざまなツアーオプションを提供しています。それは素晴らしいです。 自分の興味やスケジュールに合ったツアーを柔軟に選ぶことができます。ツアーは、各アトラクションに関する興味深い情報を提供する知識豊富なガイドが案内します。ガイドの洞察があれば、体験が向上し、訪れる場所の重要性を理解するのに役立ちます。絶対に。 地元の専門家に案内してもらい、魅力的な話を分かち合うようなものです。ツアーはグループで行われますかそれともプライベートツアーをすることはできますかどちらの選択肢もありますよ。ジョンより個人的な対応をご希望の場合は、グループツアーに参加したり、プライベートツアーを手配したりできます。それは知っておくと良いことです。 自分の好みに合ったツアースタイルを自由に選ぶことができますさらに、ホテルの観光ツアーには多くの場合、交通手段が含まれていてパッケージによっては食事も含まれている場合がありますそれは便利です交通手段を手配する手間が省け、快適な体験ができます間違いなくそうです ロジスティクスを気にすることなくリラックスしてツアーを楽しむことができますアンナすべての情報を提供してくれてありがとう観光ツアーに参加するのは街を探索する素晴らしい方法だと思いますどういたしましてジョン確かに街の見どころを見るのに便利で効率的な方法だねここでは街の美しさを発見し その歴史について学ぶことができるエキサイティングな観光ツアーをご紹介します。レッスン30訪ン、訪問する価値があるかどうか知りたいだけです。アンナ、どうして聞くの訪問する価値があるかどうか知りたいだけです。さて、ジョン、市内の美術館について素晴らしいことを聞いたことがあります。それは面白い。美術館がこれほど高く評価されている理由は何か。 美術館には古典芸術と現代美術の両方の豊富なコレクションがあります。なるほど。つまり、さまざまな芸術スタイルや時代が提供されているのです。まさに、さまざまな時代や文化の有名なアーティストを紹介することで知られています。それは魅力的に聞こえます。私はアートが大好きで、 このような多様なコレクションを見たいと思っています。さらに、美術館ではユニークで視察に富む芸術作品を特集する特別展を頻繁に開催しています。それはおまけです。つまり、毎回何か新しくてワクワクするものがあるかもしれないということです。 はい、そうすることで博物館はダイナミックで訪問者にとって魅力的なものに保たれます美術館で特に有名な特定の作品やアーティストはいますか間違いなく美術館にはゴッホモネピカソなどの有名な芸術家による象徴的な傑作が収められていますうわそれらはアートの世界では伝説的な名前です 彼らの作品を間近で見るなんて信じられない。本当にそうなるよ。ジョン美術館は、これらの作品の背後にある美しさと才能を鑑賞する機会を与えてくれます。納得したよ。アナ美術館は旅行中に必ず訪れるべき場所のようですね。 そう思っててくれて嬉しいよ。ジョン・アート愛好家にとっても創造性を好む人にとっても素晴らしい経験になるでしょうアートの世界にしたり美術館の傑作からインスピレーションを得ましょう。